戦いを望んでるか望むだよってね。彼は望んでるけど私は望んでいない。モンスターボールぐらい買っとくか、さすがに。うわぁ !8000円、あ、8000円で思い出した。あのね、ついこの前私、追突されたじゃないですか。で、今日家にね、あの、保険会社から、なんか、封筒届いてまして、なんだと思ったら、あの、振込先をここに書いてください。8600円お支払いします。一回病院行っただけで8600円もらえるのよ。ねえ。うわ、何回か、言っといたらっていう、ちょっとね、あの、俺の中の悪魔も、若干、囁いてきましたが、8000円もらいました。ちょうどその8000円なんだ、じゃあこれは。場所教えてくれるよ、ツイートしに行きますよって。歪んだ愛情だ。歪んだ愛がそこにあった。儲けましたって。いや、儲けてないよ、別に。そんな、現金な話ですね。その8000円もね、別に。この、だキャプチャー、キャプチャーボード8000円したね。じゃあそれでね、みんなに還元したよ。俺の体張って、この今、配信が成立してます。うん。後期がぐいぐい来るな。お。こいつ1枚持ってんのかよ。何年生だ、こら。どこ中だ、こら、あん。一万円札。親戚多いタイプだな、これ、後期。本当はもっと体力減らした方がいいんだけどね。そういう先輩いるよね。本当はこれもうちょ、これ、ごめん、あの、本当はもっとかっちりやった方がいいんだよ。ごめん、今、あれだけど、って言って。あの、教えるときにちょっと横着する先輩だ、これ。モンスターボールあげるよ。おい、落とし、こいつ落とし玉すげえ多いタイプだ。嫌になっちゃうね、おい、40個持ってるよ、もう。40個持ってるんですけど。被災地で配ろうかな。すごいある。ああ!こいつ昔育てたこいつ。コロトックまでしたわ。殿堂入りに名を連ねてたわ。コロトックが。いた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 。いたなぁ。うわぁ。何ですか。お、短パン小僧ですよ、これ。トレーナー戦はね、経験値が多いので、積極的に戦っていきましょう。まずい。勝てるか、これ。電光石火。あと3回くらいで落ちちゃうよ。これまずいよ、これ。ムックルにやられ、泣くねえ。泣くねえ、おい。短パン小僧も、泣け!ムックル!泣け!え、いや、あと石火で、何発かでいける?いや、泣け!ムックル!お前は泣いとけ!短パン小僧ももう目がバキバキ。やばい!ちょっと待って。まずいんだけど。落ちろ!危ねえ!危ねえ!ちょっと、危なかったわ。え、待って。関門。ちょ、みんな関門が訪れたわ。ほらーい!おほほほ危なかったねー。わー、トレーナーだ。よろしくお願いします。ゲームには、タイプという概念がありまして、このナエトル、こいつはね、草タイプなんですよ。これ草タイプで、で、今、コノハという技を覚えたんですけど、このコノハって技はね、草タイプの技なんですね。ポケモン自体にもタイプがあるし、技にもタイプがあると。で、この草タイプの子がね、草タイプの技を使うと、この書いてある威力40っていうのがこれ 1.5 倍されます、実は。そういう裏仕様がありましてですね。なので、体当たり打つか、木の葉打つか。これね、40同じ威力なんですけど、木の葉打った方が強いと。捕まえたてのビッパーをそんな並べて、ルミちゃん。それじゃあ、この先やっていけないよ。もう、スヒカリの口はもう、木の葉の、こうの口でずっとスタンバイしてますね。もう、木の葉って言えば、勝手に敵が倒れていくから。木の葉、木の葉、木の葉、望む、いつもの、いつもの。お。うわぁ。こいつちょっと厚着してんのが、シャラ臭いね。ねえ。スヒカリのこの薄着を見ろよ。お、これ一回投げてダメだったらもう諦めよう。痛めつけたくないから。いけ。いけ。あざーす!コオロギの、あ、
あ、待って。まあ、コオロギってさすがにあれだけどな。まあ、オロギとかにしとくか。ね。あら。あら、そういうもん、ポケモンがいそう。オロギっていうね。いそう、いそう。オロギです。オロギドッポ。交代のネジ。待って、全員にレベル入んのこれ。いい仕様だね。オロギの。能力ちょっと見ようか。うん。穏やか。苦いものがすこ。ね、能力値がありまして、ポケモンには。まあ、HP 攻撃防御、素早さ、特防特攻。まあ、攻撃防御はなんとなくわかりますよね。ね、で、特攻、特防っていうのはこれね、ポケモンにはね、物理技とね、特殊技っていうな考え方ありまして。基本的に接触するな。殴る、蹴る。こういうのは攻撃。のステータスが影響して、なんか飛ばす、なんかビーム飛ばすとか、なんかね、飛び道具系ですね、特攻は。そういったものは、特攻の能力値が左右されるわけですよ。それで、それに対する防御ね、殴る蹴るの防御、攻撃に対する防御力が防御。飛び道具のに対する防御力が特防ですね。やったことない人向けの配信ながら、やったことある人はもう、ラジオ感覚で聞いといて。君にはもう用はないんだ。あ、ちょっと待ってください。ピョンじゃないんです。何やってんだよ！ピッパ捕まえるか。ピッパを捕まえろということか。収まれ。収まっとけー。ありがとう。はい。丸ネズミポケモンね。うん、もうビーバーですね。がっつり。あ、メスだ。メスならやっぱユイだろ。頑張ろうな、ユイ。グイグイ来るねー、コウキ。グイグイだねー。物抜けも走ってった。そう。お、ツボ割りたいよ、ツボ。一番の疑問、ポケモンを戦わせるそれだけさ。なんか、内容のないことをそれっぽく言ってますね。どこにでもいるな、お前は。君知ってる？ポケモンの中には戦って強くなると進化をして、姿形が変わるやつもいるんだってさ。どういうご関係ですか、あそこの小僧と。血縁はなさそうだな、なんか。あ、これじゃない？トレーナースクール。うわぁ、なんかいるよ。サニーゴみたいな頭の人が。サニーゴかな、あれ。小僧。ノートにまとめてみたんだ。ちょっと見させてください。いろいろか、モンスターボールで捕まえたポケモン同時に6匹持ち歩ける。そして捕まえたポケモンを育てて戦わせる人をポケモントレーナーと呼ぶ。だから YouTube に動画を上げてる人はもうすでにそれは YouTuber だという定義づけかみたいな。そういう話ですよね。ポケモン持って戦わせていれば、もうそれはもうポケモントレーナーですかとね。いやいや、私は YouTuber みたいなことやってないんで、YouTuber じゃないですよみたいな。そういうね、謎の論争ですね、これは。うわぁ、インテリ野郎、インテリヤクザに絡まれました。インテリヤ、塾帰り。なんか撃ってきた。うわぁ、痛い、弱い。チャージビーム打ってきました。さあ、木の葉を。あら、なんかいいんですか？あら、急所に。ケイシーの急所はどこかな？鼻でしょうね。お、ユイ、レベル上がったか、ユイ。ユイ、いいぞ、ユイ。顎に当たって脳揺らしたんかなって。え、木の葉ってエルボーなの？こうなって。あれ、肘とかそういう感じなんだ。もっと草タイプでなんか葉っぱ飛ばすみたいな感じだと思ったら。君、戦ってくれたまえ。わあ、流行ってるね、ケイシーが。いいよ。チャージビーム、うい、あい！痛い。頑張れ。あ、待って、結構しんどいよ、これ。
トレーナーズスクールは何？ケイシーを捕まえて、チャージビームを覚えさせて、放てっていう、そういう教育方針でやってんだ。みんな、まずはあそこの洞窟に行ってケイシーを捕まえてこい。チャージビームの技マシンを配る今から。後ろ回ったか？回ったか？じゃあ今からケイシーに投与しろ。じゃあ、放てユイ。素晴らしいよ、ユイ。怒りユイ。ユイは多少丸くなったね。昔はもうすごかったんだから。この二人はもう、ケイシー捕まえてチャージビームを撃つことしか、覚えてなかったか。もうちょっとポケモンの基礎って違うところにあるような気がしますけどね。あ。なんやなんや。GM ステーション。ダメですか。じゃあここに立った方がいいんじゃない？てかもう、こんなところに人員を割くんだったら、ここにバリケードをさ、ね、単管バリケードをここにさ、置くかなんかした方がいいと思いますよ。看板かなんか。物件話しかけたっけ？あ！話しかけてねえわ。そういえば、すいません。大事なようで、嫌すぎて、あいつの、後ろ姿が嫌すぎて、すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。そうでしたね。こいつに話しかけても嫌すぎたな。バッチリ覚えたのか？うん。そんな書いてないけど、何も。うんうん。バッテラですよ。ね。母親のタウンマップ。ああ、何ですか。ボヘミアン・ラプソディのね、フレディ・マーキュリーと、めちゃくちゃ恋仲になってたおじさんに似てますのね。ポケッチをプレゼントします。なるほど。ピエロを探せ。なるほどね。お前ヘイ。ポケモンに道具を持たせることができる？あれあれ何これ？効果測定の、社交のさ、効果測定の、質問みたいなことしてくる。人を引いてはいけない？はい。いいえ、みたいなこと。やったー！さあ、これを絶対にこれをね、引き換えたい。あ、近いね。はい。うわ、ちょろいですね。ありがとうございます。もうこれくれよ。なら、こんな甘い設定のクイズでさ、誰にでもね、正解ができるようにみたいな、そういうんだったらもうくれ、ポケッチを。あのおじさん。科学の力のやつだ。あ、あー入っちゃった。あー。何にも興味ないね。あ、パチリス。パチリス昔ポケモンの大会でね、なんかすごいね、その600族っていうね、ポケモンには種族値ってのがあるんですけど、要は、その種族値が高ければ高いほど強いんですよ。その種族値がね、600を超えればもうすごい。オンエアバトルで言ったら400キロバトル。その、種族値が6、合計種族値が600を超えるのがね、600族と言われて、すごい強いポケモンと言われてるんですけど、そのポケモンの大会ってやっぱ基本600族がいっぱいいるんですよ。そういうね、すごい面、ポケモンの中、パチリス、この子別に種族値そんな高くないのに、そう、セジュンって人が、このパチリスをね、メンバーに入れて、で、めちゃくちゃ活躍させたのよ。パチリス。いや、すごいねっていう。結構伝説の回になったんです。パチリスが大活躍した。懐かしい。流星群受けた。そう。耐えんのね。しかも、硬くて。あれ？待って、オールウェイズ3丁目の、吉岡秀隆じゃないですか、これ。俺とお前はな、縁もゆかりもない、赤の他人なんだからな。の。こんな古典的なおじいさんいるんですね、まだね。ありがとうございます。さあ、ここにコピー機が謎に3つ。コピー機こんな選んだろ、おい。コピー機3つ買っちゃって、3つ買っちゃったよ。3つ買っちゃったから、もう2つ違う機種ので買って、フルハウスなんつってっていう、バカ経営者がいますね、これ。ちょっと、高いんだよ、これ。どれが親父でした？いまいちわからん。おばあ様。素敵な髪色だ。ポケッチカンパニー。あ、これポケッチカンパニー。あ、これか。アプリについて。ちょっと待って。読めなかったんですよ、何も。どのアプリの解説を読みますか？あ、そっか、俺持ってないからか。あ、フレディの彼氏にの人が旦那か。あれね。パーティー、ホームパーティーの片付けしてるときに、
フレディが、ちょっと、ヘイつって、お尻触って、お前二度と触んなよ。これ以上触ったらお前ズタズタにすっからなって、フレディが、うん、ごめんって言った、あの、いないんですけど、ピエロが。ムッシュ・ピエールが、ムッシュ・ピエールという謎のマジシャンが昔いましたね。いた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 、お前。いたか、さっきまで。倒すことで経験上で強くなるって。ならないっていうやついないだろ、こんな。いえ、ならなかったような気がしますけど。よっしゃ。ポケッチゲット。社長。フレッド。さあ、アップルウォッチみたいなやつを得ました。これね、当時はあの下画面にポケッチが表示されていて、上画面であの、キャラクターが動くと。だからリアルタ、こう、上動かしながらポケッチを動かせたんで、結構あの、2画面をね、すごく活かした仕様だったと思いますけど。は、ちょ、待って、聞いてなかったわ。ポケッチどうやって起動すんの？ちょ、待って。あ、もうなくした！はく！社長、もう一個ください。もう一周してきますんで。社長なくした。さっきもらった。あるはずのポケッチ。社長、R ボタン。お、電卓ですね。僕が覚えてる限りの演習率打ちます。なんて、1、4、1、5、9、2。ナエトルのさ、てかこのポケモンのさ、解像度がめちゃ上がってんのよ。昔はもうドットもドットでしたよ、これが。すごいね、これ。黒金に行こうか。うわぁ、いたよ。待って。生理的に無理なんだけど。もののけが。お！これね、タイプ相性が良くないですね。オロギは虫タイプなんですよ。で、ムックルはね、鳥タイプ、飛行タイプなんですね。まあ、見てわかる通り、鳥に虫は弱いよね。ここはポケモン変えた方がいい。ゆい、いけるか？はい！ゆい、いけるって。かわいいな、ゆい。ゆい、ゆい、大丈夫か、ゆい？ちょっと待って、大丈夫じゃないかもしれない。ゆい、ゆい、誰にやられたんだ？あいつか。もういい。この試合は無効だ。無効試合だ。心配するな、こいつは体当たりしか覚えてない。オロギに。オロギに任せておけ。こいつは体当たりしかしてこない。飛行タイプの技打ってこない。さあ、畑屋です。もうね。女子の喧嘩で。いた？え、全然食らわないんだけど。待って、やばい。突破できない。皆さん、突破できません、このムックルが。いや、まずい。鳥はやっぱ虫の急所知ってるんだね。ここが弱いんだろうって。みんな、ごめん、オロギがさ、オロギが爆散する瞬間見れるかもしんない。うちのオロギ、やめろ！やめろ！やめろ！うぅ！ここはもうオロギを捨てるしかない。ユイは絶対捨てられないから。おい、スヒカリちょっと石投げろ。もうムックルじゃなくてあの、もののけってやつに。泣け！泣け！ナイス！あ、よし、よし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 。あぶねえ。もう、あとは望むに何とかしてもらおう。体当たりですね。最大打点が。お、ナメプされてますよ、みんな。ナメプされています。この猿に。こっちには火の粉があるんだ。だけどよ。ひとまず引っかいて、ナメプされてますよ。エイペックスで言ったらね、向こうはあの、99持ってんのに、センチネルで突撃してくるぐらいの、ナメプをされておりますよ。睨みつける、さらにナメプしてきてますよ。そうやって余裕かましてるとね、足元救われますよ。ちょっとピンチかもなって。全部口から出ちゃうじゃん。思いの丈が。さあ、地道にね、積み上げてきたものが違いますよ、ヒコザルとは。ね。お前がナメプしてる間に、こっちは地道にコツ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 。はい、ありがとうございます。全員真っ赤。体力が。こんなスレスレの戦いを。なぜこんな序盤に。ちょっとさ、一個さ、一個だけ縛り設けるわ。一個だけ縛り設けるね。新しく、ポケモンを、これね、尊重縛りというのをちょっと思いついた今。たった今。ポケモンたちの意志を尊重しようと思う。だから、新しい技をもののけさん、覚えたいな、あ、ごめんなさい。
スヒカリさん、覚えたいんだよって言ってくるのよ。そういう意思を尊重して、必ず新しい技は取り入れるという。その縛りだけ、うん。尊重縛りだけ。まあちょっとポケモンの意思を尊重する、素敵な縛りを一個設けます。よし、行こう。